尾道市立市民病院は1983年に新高山地区に建てられました。外来や入院病棟などの機能を担う本館は築40年、放射線医療センターは築35年を迎えました。廊下の幅が狭く、患者をベッドで搬送する際にすれ違いが難しいことや、今以上の大型の医療機材の導入が困難なことが課題となっていました。これらを解決するため、尾道市は去年9月から医療や福祉関係者を交えて市民病院の基本計画を検討してきました。先週開かれた委員会で新たな病院の概要が示されました。 JR 東尾道駅から徒歩15分のここ尾道バス本社の位置と隣接する緑地帯に新たな市民病院が建設されるということです。計画によりますと、病院は現在地からおよそ2キロ東に移転します。東尾道地区にある尾道消防署の南東側の尾道バスと、そばの緑地帯を合わせたおよそ1万1500平方メートルに病院を建設します。早期に開院できることや利用者や職員の利便性など複数の観点から候補地を選定したといいます。ただ立地場所は浸水想定区域に含まれるため、敷地のかさ上げや地盤改良などの対策を講じ、電源設備も病院の最上階に設置して災害時でも医療体制を保てるようにするということです。病床数は現在の282から220程度に減らします。将来的な人口減少や患者数の減少を想定したということです。市民病院としてはとにかくもう地域の医療、地域医療を守るというところが一番大きな問題ですので、それに向けて効率的に運用できるような病院にしたいと考えておりますので。新病院の建設にかかる費用は概算で180から200億円を見込んでいます。着工時期や開院時期などは未定です。